皆さんこんばんは、石川美代です。今日はじゃーん、めっちゃくちゃ美味しい。このちいかわクリスタルパズルをやっていこうと思います。これちょっとファンの方にいただいたのでやっていきますよ。初めて見た。よいしょ。みんなもよく見つけてくるね。ちいかわ本当になんかこうどん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 進みすぎて、こんなになっちゃった。こんなになっちゃった。でこんなになっちゃったかける3が入ってる。なんかこうこんなになっちゃったダメかな本当に。はい。ということで、お得だね。3人ともいるのでお得です。クリスタルパーティー。なるほど。武器も入って、あ、武器も入ってんの、かわちい。かわちいかわ。ということで、始めます。すごい。いちいち、チーカーの長首がプログラムされてます。はいはいはい。まず1から並べていった方が分かりやすいのかな。1。1、2、この気がする、3、はぁ、イライラしてきた、もう。これは4だ。4、分かんなくない、普通に考えて。これかな、違う気がする、向きが違う。うわぁ、ちいかわのお腹の中です。1、2、3、4、5、6、結構大変かもしれない。違う、こっちだ。7、ちょっとこの作業がめっちゃ大変かも。14、15、16、よし、これでスキップに進みます。どういう向き、縦。え、ちょっと勝手に待って、どうだってこれ、この説明雑じゃない。え、だってさ、急に3から11まで飛ばされたんだけど。え、3のピースに下から組み込んでくださいの後にさ、11まで組み進めたらって書いてあってさ、え、そんな簡単に組み合わさるとでも思っている？このまま上げていくだけでいいの？本当にそうなの？ないでしょう。いっちゃうこれ、もしかして。この向きで、こう、こう追ってって。もう組み合わさらないけど。あ、こうだ。あ、めっちゃ元気だ。私、お人気者だな、私。公式 LINE とかな。なんか。私です。なんだよ。マネージャーでした。こう、組み合わせ。お前、お、なんこれ、イライラすんだけど。これさ、もっとちゃんと説明して。私、できるとでも。これさ、チーカーは悪くないんだけどさ、色ついてねえからさ、わかんねえのよ、何がなんだか。あ、こうだ。ああ、組み合わさっていくんだ。あ、こっち掴めばいけんだね、これ。そういうことだったわ、絶対。おお、たぶん、凹凸をしっかり見比べて、こう組み合わせていく感じ、ないよな。いろいろも、楽しめてこその、クリスタルパズルってことは。クリスタルすぎてガチわからん。え、これ多分番号違うんじゃない？私これ。合わないもんな。え、でもこれなんだよな、形はこっち。違うわ。でもこれでも、ないから、これだわ、絶対。え、これめっちゃむずいじゃん。これ3匹が終わるのちょっと大変かもしれん。
これちょっと無理じゃね、これ不良品かな不良品嘘、これどう考えてもね、これね変わらないんでね、形絶対合わないの。これどうすればいいですかね。不良品多分これ1個がこれがですね、これを組み合わせて積み上げていくんですけど、これはいはい入んなくないですかこれ。でもパーツ的にはその番号なんですよ、形も。はいはい、うん、行けました？え、行ってる？なんで？え、どう？行ってる？なんでだろう？私が…え、どうやって行きました？シュッて行きました？シュッて行きました。なんで？私が変な力かけてたんだな。不良品扱いしてた。あれだな、これな。あ、置いた置いた、あ、いけたいけた、はぁ、あ、よかったよかった。はい、これで一個作るのにめっちゃ時間かかっちゃった。あ、やっとちーちゃんできた。はぁ、あ、これ結構大変だな。なんかあのおっちゃまのプラモデル的な感覚でやったらめっちゃ大変。できたーちーちゃん、はあ、あと2人、あと2人、あでももうこっから早い気がする。全然わかんない、なんこれ、なんかこっちからやるの、マジでむずいよこれ。対象年齢 いくつなんだろう。7歳あ、わかった、これ上下逆だ、うん、あーこうだ、あれー、うちの子が、あーいけた、そしたら前回の学び、先に 手はつけずに先にさすまたをつけてくる。ふっ、赤字っつった。あ、できた、あ、できた、できた、あ、いいね、はぁ、なんだかちょっと私本当に多分ダメだ、こういうの向かないんだなって今回思えた。これできました。はい、ということで、ちょっと思いのほか難しかったんで、本当はウサギもやる予定だったんですけど、リタイアしますこのちーはち、ちーはちちゃんで勘弁してください。でもかわいい、中まで丸見え中まで丸見えだね。あらわ、ちょっと変なおじさんみたいなセリフになっちゃったけど、本当にちょっと丸見えすぎてスケッチケースですということで、意外と難しいんで皆さんもぜひ挑戦してみてください。ちょっとイライラすると思います、本当全部透明でイライラすると思うということで、ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。石川美代でした。バイバーイ。